こんにちは。ねえ、お元気ですかああ、よかった。えー、芝関もね、おかげさまで、もうご覧のようにね、暑いけど、元気になってます。はい。さて、今回はね、新企画、水彩画、基本の木が始まります。えー、まぁ、芝関がね、えー、毎回ね、 えー、シンプルなモチーフをね、使って、えー、水彩画ならではのね、効果を活かした描き方。また、そのコツをね、あなたに分かりやすく教えるという新しい企画なんですね。えー、もう、水彩画をね、今から始めてみたいなと思っているあなた。それから、水彩画をね、 やってきたんだけど、どうも基本がね、よくわからない。あれば、この画材は本当にこれでいいのかなこう使ってとかね。いろいろ疑問に思ってゃあなた。えー、わかりやすく。一緒に絵を描くことでね。その問題点を解決して、水彩画の楽しさをね、一緒に体験してみたいと思ってるんですね。は、ね楽しみでしょもう柴崎も、この新企画ね、結構力入れて、楽しく。 いきますよ。さて今回ね、では何を書くか、早速お見せしましょう。これなんですよ。りんごです。いや違うね。トマトです。ね。真っ赤なトマト。うちにもトマトちゃんって猫ちゃんいるけどね。今日真っ赤なトマトですよ。さあこれをどう書くか。ね。トマト書いてみたいでしょ。 書いてみると結構ね、やること多いんだから。さあ、では、今からアントと一緒に行きますよ。トマトです。ゆっくり描くからね。もし、途中でわかんなくなったらく、ちょっと繰り返し見てね。ついてきてください。はい。では、行ってみましょう。はい。ではね、ねこのトマトを描きますよ。トマトって面白い形してるね。 真っ赤なトマトマです、はい、どの角度から見たらいいかなここら辺かなねこの感じからね今日書きますほらこう光ってますよねうんこれね大事だからねそして上の方が明るいこういうことですね光は左上からですそれでこちら側が日陰ですね暗くなってます 上が一番明るいここは2番目こっちは3番目という順番ですね明るさがですよさではまずね鉛筆で形を描きます一緒にやってみましょうねはい鉛筆用意しましたかでは行きますよはい力を抜いてねぐるぐるぐるっと丸を描きますはい行きますぐる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 ね うん、ぐるぐるってこんな感じです。それでここにヘタがあるんですね。ちょっと印つけましょう。ヘタは何本だったかな、五本ぐらいだったかな。大体でいいですよ。はい。さあ、ねこんなシンプルな形なんですけども、あでもこのまず基本形は大事ですね。さあ、描けましたか？ でこっち側に日陰ですね。光が左上から来ているので反対側が日陰です。はい。さてちょっとこうボコボコしている感じね。そんなイメージも持ってもいいですね。はい。こっちから光光ですね。だからこの辺が光っているというふうにしましょう。ちょっと印つけとくといいかな。はい、こっち日陰。 ですね。はい。さて。では、これは塗るんですけども。今日、柴崎が使う筆はこれです。ほら。ねえ、柴崎の人差し指ぐらい。親指、親指でもちょっと細いけど、人差し指ぐらいだね。これは二十号の丸筆です。でも、あなたはね。このくらいの筆でもいいですよ。ねえ、柴崎の小指よりも、ちょっと細い。 これでも十分です。はい。さあ、ではこの筆を使って絵の具を解くんですけども、もう柴崎のパレットはこんな感じですね。はい、どうでしょうか？ほらよく見るとここに赤が3色ありますね。123ですね。あなたはどうかな？でもなかったら1色でも大丈夫だよ。あかんね。 はいではこの筆を使ってこの赤を作りますまずお水をここに持ってきますちょっと足らないからもっと持ってきますそしてねここのねこのとんがりのこ,ここでこうこそぎ落として水をためますさあ溶きますよこれはバーミリオンという色ですきれいだねうんもっと濃くです もっと濃くですもう十分濃く溶きますはいそしてこっちローズマダーって色をちょっと加えてみましょうでももしあなたはそんな色なかったら赤一色でも大丈夫ですよもっと濃く溶きますねえうん水彩はね乾くとね少し色が明るくなるからね少しね濃いめに溶いてた方がいいですね さあどうかなもうちょっと濃くとこうかなうんできだけおいしそうなね、えー、トマトのうがいいもんねはいさあだいぶ濃くなったぞうんこれを筆にたっぷりとつけてねでは塗ってみますはいねでここが光ってたんだよね ここは塗り残します。こうやって。ね、ちょっと大きめに塗り,塗り残しましょうね。あとはね、この大きいのびのびした筆使いで赤の色をここに置いていきます。よいしょっと。ね。で,でも上の方はね。これちょっと塗り残しておきますね。後でお楽しみです。はい、じゃ その他の部分は全部大きく塗りましょう。ね。でもやっぱりこういうときね、太い筆だとね、え、筆だとやっぱり塗りやすいんですね。はい。よいしょっとこっち。ここは日陰だけどこっちも一回全部塗ってしまいます。はい。さあトマトがね赤くなったぞ。ね、大きい筆だといいでしょ。よいしょっと。 はいねここ黄色のあここねここに黄色を塗りたいんですよねはい実際のね、えー、資料のトマトはあんまり黄色ないんだけども、えー、ちょっと面白く絵を,絵をしたいのでこんな風に黄色を塗っていますよいしょっとこう赤がね流れてきてもう混ざるでしょ これがいいんですねこのね絵の具と水の力でねまあ色が互いに混ざるこれが水彩の楽しいところなんだよねよいしょ今ほらこんな像頭側に向けた立ちで描きましたよ今度は緑をここに加えますほらまたね一人で色が混ざっていきますうん水彩って楽しい画材だねはいでは もう一回さっきの赤を筆につけてきてここねここになりますはい緑の方にこうにじんでいっても全然大丈夫ですよどうでしょう少しトマトがデコボコしたりそんな感じが見えてきたかなこれなんかもこうやって色足すともっとデコボコ感出るかなうーんはいどうでしょうねえ で、ここにもう一度、今度は赤を重ねますよ。ここね、水彩はね、二度三度と同じ色を重ねると、どんどん色が強く,強くなるんですね。はい。ね、さっきより、また美味しくなったでしょう。真っ赤になってきたよね。さあ、どうかな。大きい筆使いでスす,すっと力を抜いて塗っていきます。 よいしょっとね結構大胆に描くでしょ。はいさああなたはできてるかな。ほらトマトのねちょっと出光感が見えてきました。リンゴも同じような考えで描けますね。ではここ日陰ですね。ではさっきの絵の具をね濃いめに溶いてこう塗ります。 暗くなりましたよもしあなたがね少しブルーの色があったら赤にブルーをちょっと加えてこう塗ってもいいですねそうするともっともっと暗くすることができますどうかしら立体に見えてきたうんねえはいねえ さあ、うん、トモトコね、丸く見えたかな？ではここでもっとトモトモを丸くしたいな。うん、今筆をちょっと洗いましたよ。ほら、だから綺麗な筆でしょう。あ、ちょっと分ついけどね。でもかなり綺麗な筆です。これでここの絵の具をスーっと少し優しく取ります。優しく、優しく。これはね、反射の明るさ。 というもんですね。ほら、さっきよりもっと立体になったでしょう。そして明るいブルーで。こんな感じでね。床に落ちたトマトの影を描きます。よいしょと。この時にトマトがね。赤がブルーの中に滲んできても大丈夫です。ね、あまり気にしないで大きく塗っていきましょう。ほら、トマトがね。床に置いてある感じが見えてきましたよ。 そうですでこのブルーを少ーしねまたここのトマトの日陰の中にちょっと足してあげますそうするとトマトと床の日陰が一層友達になってねもっともっと本物らしく見えるんですねこういう具合ですどうかなうはいではこれがなってきたので今度はね いよいよ上の方のねところに行ってみましょう。ここですね。ここに使う色はこんな色ですよ。はい。緑ですね。でもこのままじゃなくてこの緑にトマトの赤を足したこんな緑がいいかなと思います。ね。そしてここですね。筆のね先を使って。 ひろひろーっとこう書いていきます。じゃあやってみますよ。はい、筆の先の方を使います。ひるひるーっとこんな感じです。ね、まあ何本書いてもいいからね。うん。さあひろひろひろーっと書いていきましょう。こうですね。こっちに向かってもちょっと短く描こうかな。はい。 今度はこちら側です。はい。ね。さあ、どうかな。ほら、急にトマトっぽくなったでしょう。ここは大事なところですね。はい。うん。で、えー、ここにね、こんなブルーをね、今から加えますよ。ところどこに加えます。よいしょ。こんな雰囲気です。これはどうしてこうやるかというとね。 このヘタのところがクネクネっと曲がった、まあそういう立体感をちょっと表現してるんですね。だからところどころ加えればいいです。うん。まだどうかしら。そして今度はそのブルーを薄く解いて、こんな感じでここに書きます。これはね、このヘタがトマトの上にね、影として、えー、まあ色がついてる。 という感じですね難しかったらやらなくてもいいけどね、はい。さあどうかなトマトのねヘタができたしこれだけでもほら本物っぽく見えるでしょう。うん。あもうだいぶできたね。はい、でこんな綺麗にした筆で水がちょっとついてますよ。それでねここのこと 赤を少しずつ溶かして。この白く残したこの光ったところですね。ここの中に加えていきます。こんな感じです。そうすると。さっきのね、真っ白のと違って。もっと。トマトの。光のように見えてきます。こんな雰囲気ですね。ちょっとこう縦のふうに。縦中にこうね。少し。こう絵の具を取るようにしてみてもいいんですけどね。 <laughs> もう透明水彩ってね基本的に白を使わないから、ね、こうやって絵の具を取ることでまあ白い感じとかね明るい感じを表現するんですね。あらこんなところもちょっと取ってみても楽しいかな、うんはい。これが本当に透明水彩の面白くて大切なところなんですね。 明るいところは髪の白を生かす。というわけです。さあ、トマトがピカピカ光ってきましたよ。ね、こんなところにちょっとこうやってあげてもいいし。まあ、これはもうあなたの工夫一つですね。はい。どうだろうか。ねえ。うん。こうやってね。もう。本当に立体を描くために、ね、この。 明るい光っている部分っていが大事なんですね。このくらいのうが本物っぽいかな。うん。よいしょっとこれもちょっとね。はい。ここもちょっとこう立ってもいいかな。そして、えー、まあちょっとね先ほどの使った赤をねもう一回ところどここうね重ね塗りしてもいいです。ね。 えー、透明水彩はね、また乾きかけてからまた元の色を重ねる,するとね、いっそ色が鮮やかに見えます。はい。出来上がりですよ。はい。ねえ。書き上げました。どうだったやっぱり、あ、水彩画ってそういうことねって、いくつかね、わかったでしょう。うん。この基本の木だからね。 ここのとこが大事なんだね。もちろん、だん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 これを元にして、あなたの力もアップしていくけども。でもこのスタートね、今回、ちゃんと赤色を作りましょうとかね、たっぷり塗りましょうとか言ってましたね。はい。ね、少しでも参考になって、えー、くれたら、もう柴崎もとっても嬉しいです。またね、この連続として、どんどんね、基本の今日やっていきますから、 ちょっと楽しいに待っててね。はい。ということでね、今回も最後まで見てくれて本当にありがとう。ねえ、トマトでしたよ。はい。ではまたすぐにね、あなたとお会いしたいと思ってます。それまでお元気にね、お過ごしください。はい。どうもありがとう。柴崎春道公式オンラインサロン。シバーツメンバー募集中だよ。 柴崎なら YouTube では話せない柴崎の特別なラグハシを月1でお届けさらに専用のアプリでメンバー同士がいつでもつながって楽しくやり取りができるもちろん柴崎も頻繁に書き込みやコメントを返しています柴崎がリアルタイムで水彩画の基礎をあなたに分かりやすく教えるオンライン水彩画講座 メンバーになると割引価格で受講いただけます毎月柴崎から出されるお題でチャレンジするお絵かきの会出来上がった作品は柴崎はオンラインで公表いたしますメンバーが一堂に会して楽しくおしゃべりできるオンライン交流会毎回大盛り上がりで時間があっという間に経ってしまいますさらに柴厚メンバーなら柴崎に直接 質問のし放題オリジナルグッズも特別価格でご購入いただけますそんなシバースのメンバーが先日銀座の画廊でグループ展を開催たくさんのお客様にご来場いただき素晴らしいイベントになりましたさあいかがでしたか会社や学校地元の人間関係とは異なるアートが大好き描くことが大好きそんな仲間が笑顔で集う場所 それがシーバーツです。詳しくは概要欄をチェックしてね。行ってます。はい、よろしくお願いします。